日本武道館のリング上でございます。今年はプロレス生みの親、古力道山の27回忌の年にあたります。リング上には力道山維持、桃田義弘、桃田光雄兄弟が遺影を持って上がっております。これより古力道山を忍びまして、超満員のファンとともに天厳宮の儀式が行われます。ありがとうございました。引いたあたりからどうしても2点を獲得したい。カンナムエクスプレス、スピード連携が見られてまいりました。リングの中央、おっとまたがったらダメだ、捉えた。さあ今度は、デビーボーイスミス、182cm、115kg、この力でボストングラブ、これはきついぞ。さあ正面からファーナス飛び込んできて、左のラリアットで両選手を離します。一進一退ですね、武井さん。なかなかやっぱりその自分の勝ちのペースに持ち込みませんね。そうですね、力の入ります攻防であります。公式戦10点チームのブリティッシュブルドッグス、7点獲得のカンナムエクスプレス。さあ黒ハットの出番であります。大いに水田を作っています。さあジャンプしてスピンキックを打ちました。これが顔面、キッドの顔面を捉えました。さあおっと顔面が切れているのかどうか。もう1回続けたまで打ちます。クロマット、こういう連続攻撃が非常にこのレースを打っていきますよね。これも的確になってきましたね。そうですね。さあトップロープに上がりました。キッド怒りの表情で、おお流れ式でしょ、流れ式。さあトップロープですね、これは世界のトップのゲーマー、トップロープから流れ式プレンバスター。場内騒然、まさに体出し、ダイナマイトキット、スルスルスルッとトップロープに上がって、セカンドロープから打つ選手はいますが、トップロープから打ちましたもんね。まさにリングの爆弾ですね。爆弾駆動の本領を発揮いたしました。さあ今度はキット、その間にファーナス取り込んで、またあーっとキット、スミスが抑え込んだ。あっという間の連携攻撃、ダグファーナスがトップロックから飛んで抑え込んだと思ったんですが、これをすかさず切り返しましたね。ファーナスはちょっと焦りましたね。どうしてもブリティッシュブルドッグスを超えることができません。ダイナマイトキッド、デイビーボーイスミス、相手の動きをよーく見ておりました。スミス会心の勝利、相手の飛んでくるフライングボディアタックをうまくかわしまして完璧に抑え込みました。勝負タイムは17分50秒。これで2点を獲得して12点ということになりますから、単独4位ですね。そうですね、89年世界最強タッグ決定リーグ戦、ダイナマイトキッド、デイビーボーイ、スミス組、勝ち点12点を取りまして単独4位を獲得しておりますが、さあこのゴールデンカード、非常に内容の濃い面白い勝負を見ましたけれども、さあこの後はいよいよ史上初の全勝同士の優勝戦、この両者から今年世界で一番強いタッグチームが誕生いたします。最強ダッグ最終戦、優勝戦、鶴田康対天竜ハンセン、史上初の全勝同士の対決となりました。それではチームリーダーに決意のほどを聞いてみたいと思います。五輪コンビです、倉持アナウンサーお願いします。オリンピックコンビです。安選手はしっかりとヘッドギアを頭につけました。そしてジャンボ鶴田選手は先ほど一言も物を言いません、非常に緊張しきったジャンボ鶴田選手です。さあ史上最、初の全勝優勝がかっています。待ったなしですね。優勝じゃないですよ、はい、優勝して今年は締め切ります。非常に元気のいい五輪コンビ、今入場いたします。アマレス東京オリンピック日本
代表鶴田、モスクワオリンピック日本代表安、オリンピックコンビ入場。昨年の大会では優勝ならず、世界ラッキーのベルトも失った鶴田安。思えば今年89年は雪の関節でベルトを奪還、以後天竜阪神との世界ラッキーをめぐる戦いの歴史でもありました。早春の港横浜でまず防衛、ライムの風吹く札幌で陥落しましたが、100万の金沢で奪還、そして全シリーズもみじの終わり名古屋で王座を失いました。両チーム2勝2敗、鶴田安にとって雪辱戦であると同時に今年最後の真の決着戦であります。果たして賞金10万ドルと世界最強タッグの称号をどちらが手にするんでありましょうか。鶴田安、武道館のリング上に立つ。さあ一方の天竜阪神組の表情どうでしょうか。福澤アナウンサーお願いします。はい、こちらは天竜阪神組です。先ほどから天竜選手は小刻みに体を動かしております、はい、そして阪神選手もがっちりとブルーロープを右手に握っております。そしてその脇では天竜同盟の皆さんががっちりと脇を固めております。天竜さん、いよいよですね。頑張ります。頑張ってください。さあ龍冠砲が入ってまいります。スタンハンセン世界の婦人館、風雲のぼり流天竜龍冠砲。プロレスをやっていってよかった。優勝しなければこの一生の意味がなくなってしまう。札幌大会で日本人として初めてジャイアントパワー選手からピンホールという快挙を成し遂げた天竜は力強く語りました。さあ龍が雲を従え天空をかけてく。この大会84年86年と鶴田とのコンビで優勝、しかし全日バットを達成が必要と解散。天竜同盟結成後全身全霊のファイト。さあ今年は最大の宿敵ハンセンとその人を通じて互いに認め合いチームを結成しました。スタンハンセンであります。思えばハンセンとのコンビに苦しみ悩み喜びを分かち合ったここの歴史、戦いの歴史がこの1年間であり世界タッグのベルトでありました。優勝すれば改めて天竜ハンセン世界タッグチャンピオンとなります。革命3年目で優勝なりますか、その革命の集大成とするか。両チームの紹介。300トンのスタンハンセン、昨年ボディと優勝、今年は天竜と2年連続の優勝を狙います。スタンハンセン、選手をピンホールした男天竜、7コーナー275ポンド八津義明、10チーム中唯一優勝経験がありますのは5人コンビ八津、7ポンドジャンボ鶴田、シングル三冠王、最強タッグ最多優勝経験者でありますジャンボ鶴田。思えばこの日本武道館、あの鶴田と天竜が 6.5 戦ったリング上であります。シングルの成績も3勝3敗、鶴田天竜、あの時には首の痛みをこらえてこの画面右側は鶴田に勝った天竜であります。ハンセンとともに新しい戦いをと英語で刺繍されたジャンパーで入ってまいりました天竜、待ち受ける鶴田やつ、こちらが龍冠砲。さて放送席はジャイアント馬場さんです、そして竹内さんです、よろしくお願いします。よろしく。まず馬場さん、この試合見どころからお願いします。そうですね、まあオリンピックスはね、非常にまあコンビネーションもいいですし、はい、慣れてますしね、まあ、天竜とハンセンはそのコンビネーション的にちょっと悩んでましたからね、もともとこのチームその2人がコンビをチームワークをどうのこうのというチームじゃないですから、ですけども今日のこの五輪コンビをね、はい、相手にするんだったらやっぱり一人一人の力じゃなく、2人のチームワークがねやっぱり問題になると思いますからね。コンビネーションということですか。そうですね、ジャイアントの馬選手の解説です。その辺どうでしょうか。2人距離を取りました、間を空けました。お、八津から早くも鶴田へのタッチ、ね、さあ鶴竜対決であります。八津エプロンに下がります。これに対しまして天竜がおっと八津出てこいという、八津出てこいという、思えばこの八津義明もこの89年滋賀におきまして天竜の当時三冠王でした天竜の三冠王座に挑戦、以後実力をつけてそして自信をつけておりますやつ、やはり天竜やつで始まりました、組み合いました。さあおっと2位からヘッドバット、ヘッドギアで猛然と打っていきます。さあ天竜入ってくるドーンいく、先生先生ヒット、このやつ吉橋のヘッドギアを見て天竜も負けるものかと、この武道館決戦天竜反戦に無敗で進んでまいりました。そのヘッドバットでヘッドギアでヘッドバット、やつ飛び込んだキック突進を防いだ。そしてハンセンとのコンビネーション、馬場さんがお話でした、このコンビネーションはどうでしょうか。ハンセンを呼び込みます。さあハンセンのタックル、八津吉明の命中であります。竹内さん、昨年の大会のオリンピックコンビはこの苦い経験があります。ましてや全シリーズ名古屋で奪還されました、絶対に欲しいところですね、このタイトル。まあ成績の上では2勝2敗なんですけども、やや雰囲気としては押され気味ですからね、はい、さあ今度は鶴田のタッチ、さあエルボーは行く、
スタンハンセンの喉元を捉えた。ロープに押し込む。さあ何があるか。ジャンピングにやや右にステップバックしたが、これはダメ。ヒットしております。そして竹内さん、革命3年目です。天竜ハンセンとのタッグの意味をここで証明しなければいけませんね。やっぱり革命集大成としてですね、最強タッグ優勝というのは一番大きな目標ですからね。それから重ねてきます。竹内さん、天竜選手、馬場選手をこのフォールした勢い、それからその意義というのは大きいですね。それはですね、天竜選手も言ってましたけどね、やっぱり日が経つについて、そのやっぱり重みといいますかね、この馬場選手からホールを取ったという重みがですね、今天竜選手のように大きなプレッシャーとなってやっぱりのしかかってるわけですね。ならば鶴田、その天竜を俺がピンホールしようじゃないかとこの武道館のリングに臨んでおります。ジャンボ鶴田、竹内さんね、かなりこの意識といいますかね、しておりましたよ。天竜のその馬場さんに対するピンホールについては、これはジャンボにとっては当然意識しないわけがないです ね、 そ、 ね、そのジャンボの水平打ち、お、天竜の起き上がりこぼしのあのチョップを見るようだ。ハンセンの手を離しません。そのまま青いコーナーに乗ってまいりました。馬場さん、先ほどお話がありましたが、このヤツのヘッドギアもそうです。それから、あ、ジャンピングにちょっと見ましょう。ステップバックして、そして体当たり、さあこれは互角です。さあダブルアームスープレックスか、これはジャンボの得意技だ。そのままグラウンドの方へ持って行って、そしてそのまま勝てました。馬場さん、あ、円錐です。両チームともここまで全勝とはいえ、馬場さんお話の天竜ハンセン組もコンビネーションの問題があった、やつもヘッドギア、この顔面麻痺という問題があった、苦しんで勝ってきたんですが、その点はどうでしょうか。そうですね、それはね、やっぱりこのヘッドギアがね、やつがどの程度その耳が悪いんですよね、どの程度悪いのか僕はよく分かりませんからね。そうですか。同じ全勝と言いましても、それぞれチームの事情、苦しんで帰ってまいりました。さあ八千代社、しかしこのヘッドギアの今日は非常に高橋さん積極的ですね。バス使ってますね、はい、アイルドライバーの体勢を狙われるとちょっと弱いですよね。まだそういう狙われるという展開にはなってはおりませんが、さあどうでしょうか。あ、顔面かきむしり、さあ、頭を狙うか。ヘッドバットを車輪に打っていく。さあそして2位だ、やっぱり顔面を狙っている。そしてキックだ、そしてチョップ、あーと円錐、八つの円錐であります。そういえば対戦がシャニムにカバーに行きます。札幌大会、天竜ハンセン組で戦うときにジャイアント馬場選手は試合前言っておりました。相手は作戦が立たないチームだ、何をするかわからないチーム、まあ、今日馬場さんの解説にもありましたけれども、確かにこの武井さん、そういうことが言えますよね。コンビネーションプレーのプラスアルファってなくて、やっぱり個々の力から出てくるプラスアルファの魅力ですからね。そうですね。しかし今日はコンビネーションが必要。そしてよく出ていますが、あーっと、やつ外されましたね。しました、見事外しました。ダブルのタックルを狙った龍冠砲、これを外しました。さあ待ち受けるのは鶴田だ。場外、天竜を持って、そして鉄柵攻撃、天竜の背中見せられました。そしてフェンスオーバー、馬場さん、それからもう一つ、札幌でおっしゃってましたけども、どちらかがガーッと天竜ハンセンの場合来る、そこをかわしていきたいんだなっていうあれがありましたが、ね、はい、どっちか一人できたらね、もう言うことないんですよね、はい、それを僕らが反対にやられましたからね、まあ、八代明はそのあたりいます。タッグとはナビゲーターとドライバーだ、あるいはテニスのダブルスのサポート役なんだ。攻撃が強弱強が大切、ハンセン組は強強強強というリズムだと言います。そのあたりどう読みますか。五輪コンビ、さあ天竜を打ち据えて、さあジャンボラリアット、八つのホイップによって打ちました。これは高橋さん、天竜ハンセン組の得意技ですよね。得意なところですね、それを先に打っていきました。さあ鶴田、拳が入った、王であります、自らを鼓舞するような王であります。さあそれから馬場さん、今対天竜ハンセン組ということで伺いましたが、今5分経過、対五輪コンビということでは作戦的にどうでしょうか。ですからね、今までは作戦はいらなかったんです、彼らはね、はい、このチームに関してはやっぱり作戦が必要なんです。あ、なるほどね。その作戦がね、どういう作戦をするのか、はい、その作戦が密であればあるほど有利だということが言えると思うんですね。天竜は言っています。実力はお互いに五分と五分ですよね、はい、4人とも。でそこにその、ね、今までそのなかったものがプラスアルファとして出た方がね、なるほどね。竹内さん、その確率はやっぱり、はい、天竜とハンセンにあると思うんですね。まさにそうです。札幌大会、馬場さんに奇襲トペを打ちました天竜。その天竜ハンセン組、さあサンドイッチの2、まずは合体攻撃。竹内さん、当てるようですか。あ、バックドロップか。悪くないですね。サンドイッチ2成功。その後八千代明、次なる技は、さあ膝を打った、天竜をホイップする、帰ってくるところをどうするのか。さあショルダースルー、ショルダースルーであります。確かに馬場さんの話の通り、あのリング上、札幌のリング上、何かを思い立った瞬間体が動いていた。ダリアットではダメだ、案の定このリング内では馬場選手にダリアットは全てかわされた、そういう天竜であります。何が飛び出すか分かりません。しかし八千代明、その天竜にまずは
フロントのスープレックスを打っていきました。八千代石博であります。ハンセンのカット、この辺のカットぶり、武井さんどうですか。悪くないですね。危ないとミリア、スタンハンセンが今カットに入ってまいりました。さあオリンピックコンビ天竜を捕まえるか。武井さん、この面白いことに馬場選手をこれは2位渡っています。バックダラクだ、早いですね。早いまだ10分まで行ってません、ね、その前にバックドロップを打ちました。いやスタンハンセンが顔色を変えてカットに行きました。でもこの辺りはスタンハンセン、どうもどうですね、五輪は短期決戦を狙ってきてますね。あそうですか。しかし武井さん、スタンハンセンもですね、あの後暴れまくんないですね。そうですね、天竜を信頼しているよ、そのように見えます。さあ八千代翔明、さあバックドロップが出たところで、ね、傘にかかって攻め込むか。五輪コンビ短期決戦狙いでありましょうか。さあ天竜顔色はどうでしょうか。馬場選手にフォールを奪った、これはうまい、足を復帰してそのまま倒しました。天竜がですね、福士さん、この4人の中で世界タッグ戦で唯一フォールを取ってないんですね。そういうことなんですね、まあ、過去その2勝はしてるんですけどもね、はい、これは全部滑ってハンセンのフォール勝ちなんですよね。五輪コンビの方のバランスはどうですか、武井さん。これはですね、はい、まあ、この最強タッグにおいてはですね、ジャンボが5回ホールですね、八つが3回ですから、まずまずですけども、ややですね、このツータがやっぱり八つを変わっている部分が出てますね。なるほど。さあその八つにスタンハンセンがいよいよ顔面、側頭部でありましょうか。この側頭部をやられるのが、馬場さん先ほどのお話、耳を痛めている、かなりきついというふうに八つは言っております。仙台大会でもこの方向が分からなくなる、そういう状態がありまして、八つ吉秋タッチのその方向を間違える、そういう場面シーンがありました。さあスタンハンセン場外で乱闘だ。しかしここは得点を計算しなければいけません。スタンハンセン、さあ八千代昭をリング上に戻します。リング上に戻します。しかし馬場さん、この八千代昭のですね、あーとヘッドギアを、そのヘッドギアを取った、ヘッドギアを取りました。馬場さん、このヘッドギアをつけてまで見てくれは確かに悪いんですが、リング上に上がる八つの頃、心意気はどう感じになりますか。それはね、よく頑張ってきたと思うんですが ね、 ですね。でもね、やっぱりその、はい、ギアをつけてね、なんていうのかな、まあ反則じゃないでしょうけども、はいはい、まあ、本人痛いんですからしょうがないんですかね。その竹内さんがお話でした、その分を鶴田がカバーしてまいりましたが、負担になったのは確かだった。鶴田はこう言っています。天竜のキックを打っていきます。武井さん、そのカバーをした鶴田でありますが、この5人コンビ、その連携がこの天竜組にも通じるかですよね。そういうことですね。今日はちょっと別格ですからね。はい、これまで世界タッグ、両チーム、5分の星を残しておりますが、八つがこのように、あ、八つコールです。ヘッドギアを取られた八つに八つコールです。八つがロンリーバトルになるケースが多くなっています。さあすごい膝攻撃、天竜の膝攻撃です。スタンハンセンにタッチ、クイックタッチを見せました。コンビネーションはどうでしょうか。どういう連携技を出してくるのか、今日の試合のポイントであります。さあスタンハンセンも膝を割っていく。八つかなり苦しいか。もう一回場外に仕掛けます。武内さん、いずれも場外戦はスタンハンセン、天竜が仕掛けてますね。そういうことですね、さあ鉄柵へ、今度は八つを打ち据えます。八つを打ち据えます。さあさあ鶴田が、鶴田が助っ人に入ります。鶴田が助っ人に入ります。後ろからスタンハンセンを捉えました。しかしスタンハンセンも八つも、あーっと今離れました。八つ、さあかなり、あー苦しい表情です。さあ今度はスタンハンセンがジャンボ鶴田にエルボー、そしてパンチを打っていきます。さあリング上での勝負です。試合が長くなるのか、短期決戦を先ほど狙ったかに見えたんですが、竹内さん、そのあたりどうですか。今そのあたりですね、10分が経過、はい、そろそろ硬直状態になってきましたね。さあヘッドギアをつけた八千代昭、そのヘッドギアが取れました。確かに八千代昭のこの顔面麻痺で苦しい、そういう状況がありました。馬場さん、しかし五輪コンビは言ってるんですが、苦しい時ほど気を引き締めて慎重にやってきた、そうしたら絆がだんだん、あっと天竜のラリアット、鶴田を襲いました。絆が強くなってきた。プロレス、そしてタッグチームってのは馬場さん、分かんないもんですね。そうですね、そういうもんですよ。はい、怪我の巧妙とも言いましょうか。勝ち点2つ2つを爪にもう火を灯すように2点ずつ稼いでまいりました、鶴田八つ。しかし非常な延髄です、天竜。それから竹内さん、天竜選手は言ってます、馬場選手にボール勝ちしました、逆にプレッシャーを、そして責任を感じたっていうんですね。まあ、これはですね、馬場選手からボールを取った以上はですね、はい、何が何でも優勝しなきゃですね、はい、その価値がやっぱりないじゃないかという部分でですね、やっぱり天竜たちの発奮材料になってるわけですね。はい、馬場さん、その辺、あ、天竜の水平チップが取りました。天竜のコメント、何かこう心に刺激がありますか。そんなに思ってくれればね、僕の方が光栄ですよ。そうですか。
去年この天竜選手とやはりあっと天竜のヘッドバットです。これは珍しい最強タッグ決定リング戦、リング上で天竜キックを見舞いました。しかし馬場さんはもう来年はそうさせるものかと、何するものだと。また武井さん、本当に1年に一度のこの馬場選手天竜選手の戦いですからね。この夢やっぱ来年も見せてほしいですよね。おそらく馬場さんも来年をまた睨んでらっしゃるんではないんでしょうか。おっとフロントネックチャンスリー反戦、これは武井さん珍しい、いやいや DDT 気味を落としましたね。 DDT 同点を狙いましたスタン・ハンセン、何が飛び出すかまさに分かりません。馬場さんの解説の通りスタン・ハンセンやる気になっています。馬場さん、この天竜ハンセン組、この連携もちょっと心配なところがありましたが、この1年間組んできて変化成長ってのはありましたか。今日のところはね、あの別にコンビは悪くないですね。はい、あそうですか。今までハンセンがねやっぱりなんだかんだ動きすぎたと思うんですね。天竜が足をこうしようと思ってもそこにハンセンがいなかったりね。なるほど。さあこういうところで細かい連携を見せております。馬場さんの話で思い出しましたけれども、札幌大会パワーとそして合体パワーボムでこの天竜ハンセンがベルトを奪取しました。金沢では連携で敗れました。そしてあーっと天竜のラリアット、もう一回鶴田に仕掛ける。さあ鶴田どうする。そして名古屋ではハンセンが腰を痛め天竜がカバーを出しました。この連携が生まれました。そして今シリーズ新ブッチャー戦の時に天竜が流血しましたがハンセンがその分カバーをいたしました。天竜ハンセンのこの連携が生まれております。さあいい状況だ。天竜 の2回仕掛けた鶴田への配点、鶴田応戦しませんね。そうですね、今のところ冷静に受け止めてますね、はい、冷静に心境を守っている、戦況を守っている、そしてこれまた奴を信頼しているんでありましょうか。ジャンボ鶴田であります。非常なエルボーが飛んでいきます。スタンハンセン、あ飛ばない、コンタツ上樋口、サルグラフィー上樋口、危ない。鶴田の得点をチェックしています。上樋口、さあスタンハンセン八つを捉えました。武井さん、八つがこれロンディバトルどのくらいになりますか。もう5分近くなってますね。5分近くなりますよね。あーっと今度スタンハンセンもジャンボ鶴田に仕掛けた。やりたい放題流感砲。これまでブロディ亡くなりました、ブロディレビアス、そして昨年ボディと3回優勝しましたがスタンハンセン、互いにシングルの三冠王をボディハンセン狙うためボディとのコンビを解散、そして宿敵天竜と死闘を通じて互いに認め合い、その革命魂に惚れ込みチームを結成しましたスタンハンセン、2年連続4回目の優勝を狙います。さあヤツ、馬場さん、このヤツどういう風にどこから反撃の糸口を掴んだらいいですか。ミヤをやられてますけどね、はい、延髄です。まだ来られてますよね、はい、まだ大丈夫、来られている。いやいや大丈夫かどうかわかりませんけども、はいはいはい、ジャンボがまだ余裕を持ってるって言いますかね。なるほど、確かに出ていきませんでしょう、はいはい、そうですか。さあ天竜あえばかわした、やつかわしました。ここで戻りたいところですね。天竜の表情、そしてさあ戻ってこい盟友、戻ってこいの鶴田、しかしトランクスを引っ張る天竜、胸突き八丁が訪れました。鶴田やつ組、まだやつが戻ることができない。もう一度反撃のチャンスをつかみたい。スタンハンセンカバー、上樋口カウント、カウント2、カウント2です、カウント2であります。八千代明、あの必殺ジャーマンを打てるかどうか、まだ余裕あるか、こらえている、歯を食いしばる、あっとチョップを打っていった八千代、天竜、天竜チョップ、天竜チョップのようだスタンハンセン、さあ、あともう張ってでも帰りたい、張ってでも帰りたいスタンハンセン、そうは筋、15分が経過しました。カバーも返しております、必死になって返しております。八千代明、でも武井さん、天竜選手は言っていましたが、相撲は得意俵があるから面白い、プロレスも意地があるから面白い、そういう格好、八千代選手のこの意地、それに期待したいですね。八千代選手も頑張ってますけどもね、天竜ハンセンの攻撃も今日は厳しいですね。本当だ、起き上がりこぼし出ました、出ました、出ました、起き上がりこぼしチョップであります。そして私の締めはジャーマンだ、形は崩れたが魂のジャーマン、天竜、天竜を打っていきました。戻るなら今ですね。さあ戻れるか、さあ戻れるか、ヤツのジャーマン出ましたがどうだ、あと10センチ届いた、さあジャンボですよ、さあジャンボ、さあ王が入った、天竜待ち受ける、鶴田突進、鶴田突進、鶴田突進、身長差7センチ、ジャーマンのキック、ハイキック、さあ右のエルボー、さあ腰に抱きついてバックドロップは打てるか、あーっとラリアット、ジャンボラリアットであります。そしてスタンハンセンにも返すことが、もう待って待って、こらえてこらえてこらえていた、ジャンピングに王が入る、
まるで痛みが 100% こちらに伝わってくるようなタッピングに、そしてパンチ、ジャンボ鶴田呆然と打っていきます。ジャンボ鶴田呆然と打っていきます。髪を振り回して打っていきます。ジャンボ満を持して登場いたしました。サン・ハンセンがカットであります。竹内さん、要所要所ですね、やはり入ってくるのが、この辺はハンセンのうまさですね。そうですね。さあ今度は天竜の代わりにサン・ハンセンが入ってきました。しかしもうエプロン入るうちにパンチが飛んでいく。そしてあドラッピック、ラリアットが来るか、ハイキックが来るか、そしてドロップキックが来るかわからない。馬場さん、あの辺ジャンボのキックってのはどうなんですか。いや、いいですよ、ですからね、ここにどんどん攻めていかなきゃいけないですね。コブラツイストであります。ガバラオーリースタンハンセン、あの名古屋ではスタンハンセンが腰を痛めていた、それをカバーしたのが天竜。あの時にもこのコブラ地獄が見られました。さあスタンハンセン、早くも鶴田が追っていきます。奴はまだリングの外でうずくまったままであります。あの札幌大会は竹内さん、馬場選手が一人で頑張った、ね、木村選手がね、あの流血になりましたね。あ、鶴田も頑張ります、鶴田も頑張ります。安川分今場外でおりますが、その分鶴田が頑張ります。鶴田頑張っています。スタンハンセンも返します。竹内さん、ヘビー級4人、これだけ大きい体、これだけすごい勝負、スピードが落ちないんですね。全く衰えてませんね。さあしかしスタンハンセン、あーっとこれはフラフラだ、それはフライングボディシャストロップ、上位打ちどうか、これはあーっと危ない。この試合優勝戦、優勝すれば世界最強のタッグの称号、そして賞金10万ドル、さらに世界タッグの力が戻ってくる。バックドロップ、スタンハンセンに打った。天竜はまだ動かない、ハンセンを信じている、ハンセンを信じている。さあ今出たいやーテルボーカウント2です。さあそして安吉明をカット、安吉明もう一回場外転落。さあジャンボ鶴田が分断された形になりました。馬場さんがいつも言うこのタッグの落ち手は分断であります。さあジャンボ鶴田、しかし今日は一人で頑張る。奴がかなりのダメージを受ける場外、そしてジャンボ鶴田が一人で頑張っている。もうハンセンを打ち出し、そして天竜を打ち出しております。高橋さん、いつも言うプロレスラーのこの手首が細くなるような、そういう消耗戦、そういう予想をしてきましたね。すみません、疲れと失敗した、ハイキック、ハイキック、そしてガッと、もうこれは技ではありません。エルボー、髪を掴んで、そしてジャマンカー、ジャマンカー、スタンハンセン回り込む、後ろからなんだ、わーラリアット、後頭部へラリアット、スタンハンセンのラリアット、ジャマンを狙ってましたね、ジャンボが。ジャマンを狙ってました。ヤスの応急措置が施されました。ヘッドギアを取られたヤス、この側頭部をやられております。今応急措置が、これが間に合うかどうか、間に合うかどうか、リング上、さあさあ天竜だ、鶴田だ、鶴竜対決、この1年間も見せてくれました、鶴竜ありがとう。さあ天竜が鶴田を成功で、危ない、危ない、ラリアットを振っている、後頭部にラリアットを振っている鶴田、頭を抱え込む鶴田、危ない危ない。さあしかし今20分が経過、あと 2位でサポーターを集めました天竜、失礼ハンセン、そのまま2位を出します。竹内さん、でもあの札幌大会思い出してもらいたいんですが、鶴田が足、危ない、足を痛められて8分間ただ一人で頑張ったことがありましたね。いましたね、それを思い出してほしいですね。そうですね。さあスタンハンセン、そのままカバーの体勢、2位からエビリカデブリ、ヤツが間に合った、傷だらけのヤツ間に合った、根性を見せた八千代志明、この表情だ、意識朦朧か、しかし頑張っている。さあスタンハンセン、鶴田は首を振っている。さあエルボー、あーっと後頭部へ、後頭部へ打っていきます。さあ今度は鶴田が苦しくなったか。あ、馬場さん、この時点での両チームのこの戦況を分析してもらいたいんですが、もうそれはね、ジャンボもね、へばってますしね、ヤツもへばってます、はい、本当にやっぱりね、この大きい2人をね、相手にするんですからね。あーっとスローイング、これも竹内さん、新しい連携だ、新しい連携ですね、はい、危ない、確かに馬場さんお話の通りです。天竜大きい、ハンセン大きい、それを一人で戦っているんです、ジャンボ鶴田。さあ師匠ジャイアント馬場、札幌でたった一人で頑張った、ラッシャー級のもたった一人で頑張った。さあ鶴田頑張れるか、シングル三冠王のジャンボ鶴田、四冠王の夢がある、最強タッグ優勝の夢がある。さあ返せ、返した、鶴田返しました。昨年は竹内さん、ベルトを返上して、あーっと安、また安へもう一回エルボーです。安を落としました、鉄柵へ頭を打ち付けております。昨年は返上して、そして
ベルトをこの失ってしまったのが五輪でしたからね。そうですね、まさに実力のですね、その優勝したわけですからね、はい、さあ、しかし素晴らしい試合を展開しています。4人の選手が持てる味をいかんなく発揮しております。馬場選手は言います、敗れたが鶴田天竜とやった後はすがすがしい、あの札幌の時にもすがすがしい表情をしていました、ジャイアント馬場選手。さあ、おっと、これはオリンピックコンビのそして馬場さんをもかつて襲ったダブルのパイルドライバーであります。苦しい鶴田、あー、エルボー、天井を仰いでいる安吉田君、なんとまた頑張りました。竹内さん、今までこういうケースが多かった、まあ、その奴がやられてて鶴田が何回もカットに入るというシーンがありますね。その恩返しですよね、その恩返しですね、奴の恩返しであります。しかし反戦天竜が、竹内さん、これで勝ったしで、イジイジしちゃうこともあるんですよね。逆にですね、攻めあぐんでくる部分もありますからね。そうですか。さあ、鶴田体を入れ替えた、反撃の糸口になるか。しかし、あっと鶴田も馬場さんお話のようにかなりダメージを受けている。さあ、八つ場外、鶴田場外、さあ八つはどうする、マットを持ったぞ、リング上は天竜がジャンボ鶴田にものすごい踏みつけを行っている。さあ、どちらに注目したらいいんだ。さあ、こちらは花道の方へ、そしてあっとプルダキングへ、トラップ八つをしゃく、さあ反省に打った、さあリング上に戻ろう、ジャンボ鶴田にキックを打っていった天竜であります。皆さん、これ試合の権利があるのか、ジャンボとハンセンですね、はい、ジャンボとハンセン、ハンセンリングアウトは注意しなければいけません、ハンセンリングアウトは注意しなければいけません。ジャンボ鶴田は今リング上であります。さあ、八千代シャックがスタンハンセンを捉えております。さあ、スタンハンセンリングラインに戻ることができるかどうか。なお、この30分1本勝負公式戦、リーグ戦内の30分で決着がつかないときには時間無制限1本勝負、両者リングアウト反則なしの完全決着ルールで延長戦が行われます。さあ、30分で決着がつくのか、スモールパッケージホールド。さあ、たまら天竜間に合った、返し技が、竹内さん、怖いんですよね、鶴田。この辺りが鶴田のうまさですからね。そうですね、粘りがあります、天才児鶴田。さあ、そして奴の恩返しを見たい、奴が行く、悲痛な表情で奴が行く。さあ、おっと、ハンセンの反戦流血、反戦流血、反戦流血であります。そうですが、戦いになりました。八つ吉崎の包帯も通りかかっております。さあ、しかし猛然と、あーっと、包帯のままハンセンにヘッドバット、天竜にヘッドバット。これは馬場さんにコメントをもらいたい。馬場さん、八つの頑張り、もうね、どんどん行くことですね、どんどん行くこと。馬場さんのもうこの若い頃、こういうシーンはいかでもあったんでしょ。そうですね、もうね、はい、息上がりますよ、もうでもね、もうやっぱり勝たなきゃいかんというそのね、はい、根性でね、やっぱり向かっていかなきゃいけないですね。ワールド大陸戦を竹内さん何回も制してまいりましたからね。そういうことですね、手間にしかないですね、やってみろ。しかし、スタンハンセンはしぶといぞ。さあ、攻撃を再びかけなければいけない。ただき、ザーッとヘッドバットだ、すごい攻撃だ。竹内さん、このヘッドギアをつけて、あるいは包帯をつけてヘッドバット、はい、やつがね、このヘッドギアをつけたことによってね、ヘッドバットが上手くなったんですね。そうですか。で、馬場さん、そういう新しい攻撃の流れみたいなのが生まれてると見てもいいですか、そのヘッドバットによって。そうですね、今のなんかはね、そうでしたよね。ああ、なるほど。今25分が経過、延長戦になるのか、延長戦になるのか。さあ、天竜のキック、八千代釈に猛然と切っていく。どうするつもりだ、こうするつもりだ、キックキックキック。さあ、鶴田が奪った、鶴田が奪った。さあ、私も煽る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 、鶴田が行く、鶴田が行く、今度は鶴田の恩返しだ。引き出すな、うまい、この優勝戦、男たちがもう死に物狂いで戦っている。両手のピッタ、ハンセンもピッタ、こんなの見たことがない。竹内さん、顔面へキックを放ってますね。顔面キックですか、流血のハンセン、顔面キック、そしてトーキック、スタンハンセンです。いやー、とんがっています、とんがっています、スタンハンセン。天竜は片膝ついておりますが、今スキッと立ち上がった、そして何を考えている、エルボーか、ジャンボついたか、腰に抱きついた。さあ、バックドロップだ、これはジャイアント馬場選手の 2m バックドロップのようだ、すごい落差があった。天竜ダメージはどうか。竹内さん、息をつく暇がないというのはこのことですね。全くないですね、はい。さあ、スタンハンセン、さあ、鬼のような競争だ。
流血のスタン・ハンセン、不動明王のようだ。そのままキックを打っていきます。八千代明の動きがまた止まりました。先ほどの頑張りをもう一回見せるか。八千代明、表を向かせた。さあ包帯のやつ、流血のハンセン、天竜正面に回る。何がある？あー、顔面蹴りになってしまった。同士打ち、同士打ち、完全にハンセンに当たりましたね。完全に入った。あの長野で見たハンセン30秒失神事件が再現か。武道館でハンセン失神か。さあ場外点でハンセン大丈夫か。龍冠王ピンチ、龍冠王ピンチ。さあスタン・ハンセンをリングの中に上げて、安井武史さん思い存分やらせよう。ともかく安井頑張ってほしいですね。そういうことなんですね。さあハンセン返した。今のはね、やっぱりカウンターアウトで潔しとしないところだと思うんですね。男ですね。ですからね、はい、これでフォールを取りに行くと、行くところですよね。馬さんがあの鶴田や天竜と上がって終わった後、爽やかな表情。なぜ爽やかなのかなと思ったらこれなんですね。もう真正面からぶつかり合う。さあ鶴田ジャンピングに、とっておきのジャンピングに、坂口カバーン、谷村カバーン。さあ不信感返せるか。ふん、上り竜やってきた。天竜ジャンプ、天竜ジャンプ、天竜ジャンプ。浴びせ倒すの天竜ジャンプ、天竜のパンチ。谷村打っていく。1年間の思いが込められている。さあ八つとまた反戦だ。試合の権利であるのはこの2人になります。またヘッドバットだ。前進する、前進する。八千代明前進しています。さあさあ、あとスタン・ハンセン、スタン・ハンセンのダメージはどうか。ズルズルとお尻が落ちて、今サードロープであります、サードロープであります。さあブルドッキングヘッドロック。ああ、これを突き放した。スタン・ハンセン、ああ、キック。ハンセン、ダリアット狙ってますかね。ダリアット狙ってるようですね。ダリアット磨き合ってきたらドラフトですね。135キロのドラフトだ。サポーターをいじった。横村にやった。危ない。ヤツルだな。ドラフトセイラー、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 セイラーぞ。さあもたれかかる、もたれかかる。ラリアットこれも失敗を呼んでいた。エンジン、エンジン。さあそしてジャーマンだ。さあ膝、ジャーマン打てない。天竜もカットした。打てない、成功。ダメ。さあスタンセイラリアット、スタンセイラリアット、カバー。最後は混戦、混戦、混戦からのラリアットスタン・ハンセン、流血のハンセン頑張りました。天竜ハンセン優勝。革命3年目にして天竜優勝。3年ぶり3度目の、天竜にとっては3年ぶり3度目の優勝。ブロッキーのやつしかし頑張った。鶴田も頑張った。鶴田やつの優勝なりません。素晴らしい頑張りでしたね。4人とも20分57秒、もう全部ポイントだらけの20分57秒でありました。ハンセンにとりましては昨年に続き4回目の優勝になります。ヤツユも本当に頑張りました。馬場さんが開口一番、いい試合だったというこのコメントがありましたが、馬場さん改めて伺わせていただきます。この試合切ってください、お願いします。いやいや、もうね、はい、言うことはないんですね。ヤツ、はい、もよく頑張りましたし、天竜も頑張りましたし、ジャンボもよく頑張りましたし、うん、もうね、これは本当にですね、また明日やったら分かんないような内容ですからね。そうですね、勝負は紙一重であります。さあ勝利者インタビュー、こちらは鶴田やつ、ああやつ悔しい、分かりますね、武さんね。これは悔しいでしょうけど ね、 そうですよね。やっぱりいい試合でしたからね、はい、じゃあまずは勝利者インタビューということで、日本テレビ福澤アナウンサー。さあ天竜ハンセン組、流血のハンセン右、汗みどろの天竜、聞いてもらいましょう、どうぞ。放送席、はい、放送席、優勝しました天竜ハンセン組です。まずはおめでとうございます。どうも。それにしても苦しい試合でした。え、ハドタさん、全勝優勝、ここまでの道のりは長かったですか、それとも短かったですか。え、短かったです。今日来ている満員のお客さん、鶴田、鶴田この野郎、コングラチュレーション、イエーイ、おめでとうございました。かつてブロリーとテキサスロングホーンをおたけびをした、そしてデッドデビアスともこの確か武道館のリング上、今度は天竜源一郎とテキサスロングホーンでありますスタン・ハンセン。さあ武内さんに向かいましょう。一戦切ってください。いや、
っぱりこれはですね、もう両チームとも文句のつけようのないベストバウトでしたね。そうですね。そしてそれだけにですね、はい、この天竜阪神の勝ちは本当に価値があると思いますね。もう本当に天竜選手も、まあ、鶴田言いましたけども、また次の戦いが楽しみになってまいりました。それからこの、 あの優勝はですね、武井さん、馬場選手をフォールした思い出付きなんですね。これはですね、本当に価値ある優勝になりましたね。はい、優勝スタン・ハンセン天竜です。各チームの得点申し上げましょう。天竜ハンセン2点を加えて18点、優勝鶴田やつ2点、16点止まり。3位が馬場チーム14点、4位がキッドチーム12点、5位がブッチャーチーム10点ということになりました。なお優勝がこの天竜ハンセン、殊勲賞が鶴田やつ、関東賞ゴディ組、技能賞キッド組、フェアプレー賞フットルース、ニューウェーブ賞カンナム組、優秀選手賞が天竜、馬場さんをホールしました天竜に与えられました。そして特別賞が鶴田、13回のこの大会、いずれもこの V 戦線に残りました。武井さん、これはいい人選ですね。いい人選ですね。はい、そうですね。文句なしですね。それから馬場さん、この世界最強タッグ決定リング戦全体を振り返って、若手チームも、馬場さん、これは来年につながる頑張りでしたね。そうですね。若手はね、もう来年につながっていくと思います。これだけいい選手と対戦していくとですね、僕らはね、またジャンボや天竜にね、ボジマシン殴られますとね、はい、なんかこうファイト湧いてくるんですよね。昨年も馬場さん、今年は食られたけども、来年はそうはいかないぞというコメントをこの放送席で残したんですが、今年はどうですか。いや、やっぱりやられましたね。そうですか。来年もまた ね、やっぱりその、はい、どんどん向かってこられますとね、はい、やっぱりタジタジとしますね。でもね、その今度は僕らがやっぱり天竜なり、ジャンボにね、向かっていかなきゃいけないですからね、はい、衰えないように頑張っていきますよ。はい、もう本当に武内さん、1年に一度のもう風物詩ですからね。しかし今年の最強タッグはですね、はい、両者リングアウトもない、反則もない、本当にいいリング戦でしたね。本当ですね。天竜ハンセンおめでとう。そして同時に、この世界タッグのベルトも、天竜ハンセン組にこの戻ることになっております。賞金10万ドルと世界最強のこの今タッグチームの称号が天竜ハンセンに与えられました。天竜ハンセンおめでとう。重傷から見事にカムバック。最強タッグでも一味の怪力ファイターぶりを発揮。この大会でも大暴れだ。ザ・ファンタスティックス、ボビー・フルトンとトミー・ロジャースの2人も参加する。89サマーアクションシリーズ以来およそ4ヶ月ぶりにエンターテインメントにあふれたシャープでスピーディーなバトルが見られる。新春ジャイアントシリーズがきらめく。そしてアブドーラ・ザ・ブッチャーだ。地獄へのプレリュード、シダルマのスタンディングポジション、すでに台風の目のブッチャー、毒針殺法も健在。全日本プロレスの正月をかき回せ。その他にツルツル坊主にコタックスタイル、ロシアの怪物イワン・コロフ、 WWF で不動の悪党人気を確立、ロシアの白熊ニコライ・ボルコフ、あのアブロラ・ザ・ブッチャーにスカウトされてプロレス入り、南部の振り込み隊長ランディ・ローズ、 WWF で活躍していた新進のインディアンレスラースティーブ・ゲーター・ウルフ。全日本プロレス90新春ジャイアントシリーズ日程です。1月2日3日後楽園ホール、5日松山、8日大阪、11日豊橋、13日沼津、14-15後楽園ホール、18日本庄、20日上田、24日岩手遠野、25日郡山、28日後楽園ホールで最終戦です。